ははい皆さんこんこにちはです今日はですね今後起こるイーサリアムの上海アップデートに関するニュースですとかあとはここ最近非常に規制が金融機関に関していろんなところで取り出たされていますけれどもそういった金融機関のここ最近の動きというところを、まあ、注視をしているようなニュースですかねが出てきているので今日はその辺りを一緒に皆さんと見ていきたいなというふうに思っています。ああとはでですすすね概覧の方ににりままなんですがた、ま、た新たに 人数限定なんですけれどもキャンンペーンを始めましたで以下の概要欄の方のリンクから行っていただくと2つありましてまず1つ目はですね1か月間手数料が30%引きですねでプラス2つ目に関しましてはまた入金ボーナスのキャンペーンというのは新しく概要欄の方のリンク対象でやっていますのでぜひですねこの際にこの2つの特典もらっていただけるといいんじゃないかなというふうに思っています。 はい、でまずはこちらの方から見ていきましょう。まずはですね、ライドがオプティミズムの上でも、彼らのステーキングをですね、まあ、提供するということを始めました。で、これどういうことかっていうと、これまではですね、インスタリアムのレイヤー1上でのリキッドステーキングのサービスというのを提供していたんですが、まあ、いかんせんやっぱレイヤー1の上ということで、ガス代が高いんですよね。で、その一方で、オプティミズムのレイヤー2の ソリューションを使うことによってガス代が大幅に削減することができるのでコストがですねもろもろ安いというところが、まあ、一つ利点でこういったところのサービスを今後進めていくそうです。で、まあ、おそらくなんですけれども、まあ、コストは、まあ、ガス代という観点でいうとオプティミズムの方が安いんですが、まあ、流動性という観点でいうと、まあ、イーサリアムレア1の方が まあ大きいというか分厚いと思うのでどっちを取っていくかっていうことかとあ思うんですけれども今後やっぱりこのオプティミズムのレイヤー2の方でこういったサービスを展開していくということはより多くの人々がですねこのライドのサービスを使ってみようかなというふうに思うきっかけにもなるんじゃないかなというふうに思うのでますますこのライドの LDO トークに関しては一層の注目が集まっていくんじゃないかなというふうに思います。 はい、続いてはこちら見ていきたいんですがモルガン・スタンレーがですねことを言っています、まあ、これの理由なんですけれども2つありましてまず1つはです、ね、仮想通貨のマーケットにとってこのステーブルコインというのは金融マーケットに対しとってのドルであると、まあ、これ当たり前なんですけれどもステーブルコインがたくさん発行されればされるほど仮想通貨のマーケットで潜在的にリスクを取るようなまあ カバーがですね、まあ備わってきているということなので、まあ、こういったところに対してどれぐらいお金が集まってくるかっていうのは一つ注目をしておくべきだと。でもう一つに関しては今年はですね、まあ、SEC をはじめとした金融関係の省庁、まあ、監督機関っていうのは仮想通貨の中でもやっぱりステーブルコインのところに照準を合わせて 規制っていうのをですねあの固めていく明確化していくってことをもう既に計画として持っているのでこの辺りがですねかなりマーケットを、まあ、インパクトあるような内容になってくるんじゃないかということで今後も注目していくべきなんじゃないかっていうのはちょっと当たり前の内容ではあるんですけれども結構今年あのババアイナンスに対してまあいろんなことがあったりとか FTX いろんな問題があったりとかしましたけれどもメインのやっぱり規制のフォーカスっていうのは ステーブルコインですよねっていうところは外さないで考えていきたいなというふには思っております。はいでまあ、そんな中なんですけれども、ドイツの方でですね、G メンスというです、ねあのまあ、サイエンスの会社があるんですけれども、ここがですね、債券をデジタルボンド、いわゆるそのポリゴンのネットワークに乗っけて発行したとで。一応60ミリオンユーロ発行したんですけれども、で一応今回60ミリオンユーロですね、 発行したんですがこれまでやっぱりイーサリアムだったりとかで発行することが多かったんですけれどもやっぱりポリゴンでこのような債券が出てきたっていうのは、まあ、今後手数料をどん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 減らしていく上で、まあ、非常に画期的かなというふうなところと、まあ、あとはですねあのどん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 こういった事例が増えてくることによってデジタルモンドの,です、ね、あの発行を検討する人が増えてくるでしょうと。でこれなぜ 重要というかですねあのいいことなのかっていうと非常にペーパーワークが従来型の債券だと非常に必要になってくるんですよね。でそれをこういったデジタルボンドの形にすることによってペーパーワークもそうですしあとはボロボロの関連の管理例えばなんですが下の方にちょっとあるんですけれどもここですねはい先ほどもあったようなペーパーのペーパーワークというところに加えて クリアリングハウスっていうふうに言って、まあ、あの資産の預かり業務だったりとかあとはその売り手と買い手がいる際に仲介する業者みたいのがいるんですよ。というのも例えば片っぽが買いますって言ってそのお金を相手方に送るじゃないですか。でその送ってこっち側がもう一回送り返す間にこっち側のあの。 売り手の方が倒産してしまったりする可能性っていうのもまあ,ありますよね。なので、まあ、そういったタイミングだともう倒産してしまうと1回送っているお金が戻ってこないという可能性があるので、まあ、そういったことを解消するために、まあ、あの中間業者っていうのを挟むことによってそういったリスクをまあ減らすっていうこともあるんです。けれども、もまあ、そういった中間業者がやっぱり絡むことによってえまあ。コストもかかってくるんですよね。なので、まあそういったいろんなあのコストも削減できるということもあって。 今後こういったデジタルボンドの発行が人気を博すのかどうかっていうか傾向として多くなってくるんではないかなというふうに思っています。この辺り非常に面白いトピックになってくると思いますしやっぱり今の既存の銀行がこういったブロックチェーンをいかに活用するかっていうのはやっぱり今後彼らがですね Web3 とかブロックチェーンの業界に入ってくる一つの簡単に入ってきやすい一つの分野だと思うので。 注目をして見続いてなんですが野村がですねやっていますレーザーデッシャルというです、ね、ファンドがあるんですけれどもここが DeFi のプロトコールに対して投資をしましたと。で継続的に野村に関してはですねあのニュースにちょろちょろと出てきてはいるんですが、まあ、今後やっぱり彼らがですね 一応日本の会社じゃないですか、まあ、どんなことをやっていくのかっていうのも非常に注目,注目がしていきたいのとあとどんな分野に対して投資をするかっていうことですよね。でやっぱり金融機関ということもあって、まあ、今回 DeFi にあのお金を入れてますけれどもやっぱり DeFi を彼らが投資することによって将来的にまあ日本の野村証券とビジネスをですね、まあ、絡めてやっていくっていうのも全然あると思うんですよ。 でそれが他の国でではやっぱり今起きていることで例えばスイスとかドイツの方で自分たちのあとあれかなブラジルの方だったと思うんですけれども自分たちの持っているベンチャーキャピタルが投資をした例えばそのペイメントのクリプトのペイメントの会社を使って銀行の まあトランザクションを一部クリプトを交えるみたいなこともやったりとかしているので今後野村がそういった動きになっていくんではないかというふうにも思うので彼らの動きどんなところに投資しているかっていうのもですね今後注目をしていきたいポイントにはなるのかなというふうに思っていますはい続いてなんですがファイナルファンタジーとかをですね作っておりますスクワイオニックスがですね改めて NFT ゲームをポリゴンでローンチをするということに今なっているそうですで元々っていうか以前はですねエイサリアムのチェーン上で 発行すするとといいうことになっていたんですが、まあ、やっぱりガス代とかっていうところもあったりですとかあとはやっぱり結構今はトレンドとしてゲームのチェーンはポリゴンを使う人たちっていうのが結構今多くなってきてますよね、まあ、そういったガス代の観点もありますしなので今後このスクウェア・エニックスがですね、まあ、どんなゲームを出してくるかっていうところもそうですし、まあ、実際にゲームをローンチしてポリゴン上で運営をしていくことによって、まあ、あのポリゴンっていうのもやっぱり一時 ガス体がかなり高くなりすぎたっていう問題もあったりとかしたのでどれぐらいの負荷まで耐えられるかっていうのも継続してこの分野では注目されていくところかなというふうに思います。あとはやっぱりその日本のゲーム会社が実際に Web3 関係のゲームを出してくるっていうのにまだそんなにないじゃないですか。 なのでこういったところがどういうふうな形で、まあ、そもそも受け入れられるのかとか、まあ、以前スクエア r e e n 別のゲームで出した時に、まあ、ユーザーにものすごい反感食らったりとかもしてましたよね。なのでまあ実際に彼らが今後いろんなゲームを出していく中でどういった形でコミュニティに受け入れられたりとかあとは日本の企業が本当にこの期待されているゲームの分野で、まあ、活躍をできるのかっていうのも一つ面白いポイントにはなってくるかなというふうに思っております。 はい、ってこというこで皆金融機関がですねどん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 この Web3 ブロックチェーンの分野に入ってきてるっていうのは、まあ、非常に面白いというか、まあ、すごく今後は大きなインパクトを彼らが出してくると思うんですよ。まあ、つまりその既存の金融機関はどん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  DeFi をですね自分たちのプラットフォームに取り込んでいくと思うんですよね。なのででそれがどどううういいっったた方向感で、まあ、どういったように 彼らが本当に実際にそういったことをやっていけるのかっていうのも非常に注目したいですしあと最後にありましたようにスクワイオニックスがですね実際に Web3 のゲームを今後ローンチしてどんな形で運営をしていけるのかとかっていうのも結構面白いポイントにはなるかなと思います。というのもやっぱりこの普通のゲームを作るっていうのとブロックチェーンのゲームを作るっていうのは結構やっぱり運営も大きく違うらしいんですよね。 で以前もちょっとこの,あの動画で話したことはあるんですがブロックチェーンをですねやっぱり運営していると、えー、それウォレットとかですねそういったところに対しての、まあ、ハッキングの,あの攻撃っていうのがものすごくあって、まあ、あのこれってやっぱり普通のゲームの開発だったりとか運営ではありえないことなんですけれども、まあ、そういったことに対してもあの非常にあの注意が必要だったりとか、まあ、対策が必要になってくるので、まあ、そういったこれまでのゲームとは、まあ、大きく違った えまあ経験ですとかあとはナレッジっていうんですかねまあそういったノウハウもですねどん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 必要になってくるので今後そういったところに対して日本のメーカーがですね、まあ、より経験を積んで、まあ、よりいいものを今後将来的にも作れるようになっていくのは非常に楽しみだなというもに思のでこの辺りも継続して見ていきたいかなというふうに思っておりますあとはですねこの「ファイナルファンタジースクワイエニックス」がポリゴンで今回出したじゃないですかで今日本で オアシスっていうですね、まあ、レイヤー1のチェーンがあると思うんですけれども、まあ、そことやらなかったっていうのも一、まあ、つ面白いと思うんですよね。まあ、今後もしかするとポリゴンで最初にやって他のチェーンにっていうのかもしれませんけれども、まあ、やっぱりあのまだ今こういった国産の企業に関してもほ、まあ、他のポリゴンですとか違ったあの日本以外のプラットフォームを使ってやってるっていうのは、まあ、継続してやっぱり日本のもっともっとその他の分野で え、頑張らなきゃいけないところがあるということなのかなというふうに思うので、まあ、発展に対して僕も何かしら貢献できるように頑張っていきたいなというふうに思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。